はい、こんにちは、ルーチューブのお時間です。今日ね、ロクダすごいのよ、うん、あのツイッター、インスタ、あと知り合いからの LINE、 あともう DM がちょっとね、なんていうのかな、公式発表されてない以上はね、あの 99.9 決まってるとしたしても言えないじゃん。あの100にならないと言えないし、ましてや自分が最初に言う、まあ、これは大きい試合だけど、大きい試合じゃなくても自分の口から言うっていうのはご法度なんだよ。それはもう主催者が発表して初めて言えること。そしたらもちろんこの YouTube 見てくれてるファンの方たちに自分の口で、まあ、経緯とか必ず話しますんで、それはもう本当にあの近い将来だと思います。はい。で、まあ、今日6台でこうやって撮ってて何を話そうかなと思ったらさ、俺結構自分の階級のことってあんま言わないよね。ああ、まあ、なるべくだから自分の階級のことはあんま触れないように、そう、触れないようにしてきたんだけど、まあだからその自分はどう思ってるのかっていう、そのスーパーバンタム級トップ戦線だから今はフルトンが2団体王者、ムロジョンが2団体王者と会長が言ったネリとカシメロ、この4選手について自分が思ってることを話していく回にしようかなと。4団体あるうちの 2団体を2人が統一してんだよ、まあ、だからまあ挑戦が難しいってなってきてるんだけども、フルトンからいこうか。はい、まあ、フルトンは今 WBO と WBC この間誰に勝ったんだっけ、フルトンって。フィゲロアス、はあ、ネリを倒したフィゲロアに競り勝ったんだよね。そう、どういうタイプだったんですか。まあもう本当に俺はあんまフルトン、この4選手だったらフルトンが一番こう知識がない、うん、他の3選手に比べたら多分一番見てない。で自分はこの他の3選手に比べると一番相性悪いかなっていう、自分はね。どういうタイプなんですか。まあ、足が速くて身体能力が高くて、まあ、簡単に言ったらそういう選手なんだけど、まあ、上手いしさ、速いし、いかにも黒人ボクサー。そうなんだけど、まあ、パンチはそんな、なくはないけど、その他の3人に比べたらないと思うけど、まあ、このくらいのクラスの選手になったらパンチはね、みんなあると思うから。で、でかいよね、多分体がでかいと思う、うん、で、このフルトンっていう選手は井上尚弥選手を挑発してるよね、ずっとね、うん、あの結構前からじゃん、うん、前からね、井上はちっちゃいから俺には勝てないってずっと言ってるよね、うん、まあ、そういう体の大きさを生かしてボクシングするよね。ちょっとね、正直このフルトンと自分がやるっていうのを描いたことがない、俺は、うん、だからそこまで見たことないんだけど、まあ他の3選手に比べて一番相性悪いかなって思う。はい、まあフルトンについてはこんなもんかな。ムロジョン、ムロジョンは岩佐君に勝ってるよね、うん、で、まあ、ムロジョンとネリはサンスポーなんだよ、うん、で俺はサンスポー別に正直に、まあ、別に隠してもしょうがないからサンスポーはあんま好きじゃないんだよ。だけどネリよりはいいかな、ネリよりはムロジョンの方がやりたい、うん、相性的にってことですか。いや、ムロジョンの方が多分強いと思うけど、うん、なんか相性的に打ち合いになるだろうなって思う。だから自分がどれぐらいどれだけやれるのか試したい。すごい強いチャンピオンだよ。無敗だしね。無敗だし、まあ上手いしね。ただパンチ目いっぱい打ってくるから、力いっぱい打ってくるから、まあ、自分よりも小柄だと思うんだけど、うん、その辺はムロジョン結構好戦的な部分もあるんだけども、やっぱパンチあんま盛らないもんね。でも強いよ。ダニエル・ローマン戦見ました、ムロジョン、うん、見てる。どうでした。接戦だったけどね。でも試合数少ないじゃん、ムロジョンって、うん、11とかしかしてないよね。多分10か11ぐらいしかしてないと思うんだよね、うん、なんだけどそういう経験不足っていう部分をあんま感じないよね。まあアマチュアエリートですからね。でもさ、プロとはまた違うじゃん。でもなんかその本当プロ10戦そこそこしかしてない選手とはちょっと、岩佐君とやった試合も 見たけど何回か見たけど、まあ、力強いし、でもやってみたいね。で自分のタフネスっていうのがうまく噛み合って自分のストロングポイント出せそうってことですか。まあ、正直あの別に自分の打たれ強さに俺自信持ってるっていう部分はあんまないんだよ。
まあ、そのタフネスっていうのはその体の強さも含めて、うん、体の強さは自信あるけど、その打たれ強さっていうのは、まあ、つか自分の打たれ強さをさ過信してるやつって大体弱いじゃん、うん、今の暴言だった俺。あの石井会長の言葉は変わりますよ。自分のことは打たれ強い打たれ強いっつって、みんなバカだよなって、もらうの前提で話してるもんなっつって、もらわないのがボクシングだと。そう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 、あとはねもらい方とかもあると思うけど、うん、その自分はそこまで打たれ強さには自信、まあ、別に打たれ弱いとも思わないけど、自分が打たれ強いとかは思わない、思ってなくて、まあそれは無料上のパンチ もらえば絶対倒れるよ。てかもうこの4選手のパンチもらえば俺だって倒れるよ、余裕で倒れると思う。あの俺印象的だったのは高橋さん、うん、高橋さんが世界戦やったじゃないですか、うんうん、今までやった中で一番パンチ強かったって言ったじゃないですか、うん、ドヘニー。でもドヘニーをハードパンチャーだって誰も思ってないじゃないですか。だから結局世界のトップってそういうもんなんだよってことでしょ。パンチがあるっていうのは別にストロングポイントじゃないんじゃない、うん、当たり前だから。備わってて当たる。そうそう、当たり前だから。4回戦6回戦の頃、いやあいつパンチあるよってみんな言うじゃん、うん、言わなくない上に行ったら、うん、そんなのみんなあるから。だからフルトンはこの4選手の中で一番、まあ、パンチないイメージだと思うんだよ。あとの3選手があるから。でもまあみんなあると思う。自分のパンチが当たるんじゃないのかな、左フック当たるんじゃないのかなってちょっと試合を見てるとイメージできる。ただもう室城とやったっても 7-3 とか不利だけどね。ただやってみたいなと、岩佐君との試合を見て、その後ずっと会長とも喋ってて、まあ強いけど、まあ、会長も赤穂だったらワンチャンあるねっていう話を。あのナバレッテとかいたじゃん、一昔前のスーパーバンダム級。なんかもうああいうタイプよりいいよ、ナバレッテとか。あの大好きな、なんだっけ、フィゲロア。いやいや俺フィゲロア好きじゃないよ。あ、好きじゃないの。俺もうナバレッテとかフィゲロアもう嫌だ。いやスイッチしてさ、もうなんかもう不格好でも何でもいいから繰り出してくんじゃん、うん、ずっと、うん、もう嫌だ俺ああいうの、うん、で、まあ室城とフルトもまあそんな感じにして、まあ、日本人にこの馴染みが深い2人じゃない、うん、まあじゃあネリからいく、うん、まあネリは正直すげえ強いと思うんだよ俺、うん、なんかね、なんかもうネリもカシメロもさ、ちょっと悪道っていう部分でさ、すごいこうスポットライト浴びて有名になっちゃったけどさ、まあ2人ともしたたかだよね、うん、あのブンブン振り回してるイメージがみんな強いと思うけど、したたかだよね。休むときはもう休むもんね。ただネリもカシメロも共通して言えるのは気持ちがこういうの激しいと思う。まあ自分もそうだよ。自分が国内の選手でやるときには気持ちのこの揺さぶりをみんなついてくるじゃん。だから自分とまあどっちかって言ったら似てるタイプだと思うんだけど、まあ乗ったとき強いっていう。まあネリとやるんだったらもう心折るしかないよね。まあ、強いから、まあ、ボディと、キーになるのはボディと心を折りに行くしかない。だからもう長期戦を狙っていくしかない。12ラウンド目いっぱい使うしかない。まあでも本当に強いよ、みんな強い。あのね、自分なんかより強いに決まってんだよ。俺なんか一回も世界取れてないんだから。だから自分がこう挑む立場で考えると、まあネリも勝つな本当に難しいと思う。室城も難しい、うん、フルトも難しい、カシムロも難しいと思うよ。みんな世界取ってるし。ただこの4人だったら一番強いとか弱いとかじゃなく、噛み合うのはカシムロだと思う。それはもうみんなが分かってると思うけど、最後のね残ったのがカシムロで、まあカシムロ、まあ、バンタム級チャンピオンだったよこの前まで。でまあいろいろあって剥奪されて今は無冠だけども、まあ、負けてないからね。でカシムロが何が強いっていうのはもうメンタルだと思う。ほとんど敵地で取ってるでしょ。そういうボクサーやだよね。でどこだっけな、アルゼンチンかどっかでタイトル取った試合すごかったよ、うん、カシムロが勝った瞬間もうパイプ椅子飛んでくるわ、もうなだれ込んでくるわ、客が逃げ回ってた、逃げ回ってたやつ、うん、俺と会長あれ見ててなんて言ったと思う。こんなの経験してんだもん、ずぶとくなるよなって。だから俺になくて彼が持ってる最大のストロングポイントはそこだと思う、ずぶとさっていう、うん、なんか自分は世界戦以下負けてないよ。だからいや本当勝負強いですよね。なんだかんだ赤穂さん負けないですもんねって言ってくれる人もいるけど、勝つべきところで勝ててないわけよ。俺にとってはやっぱ世界戦であの勝ててないわけってなってくると、やっぱ次の試合で自分を超えたい、
どの相手になろうが自分より格上の選手とやれると思うんで。メジャー団体の元世界チャンピオンとやるのも初めてですか？そうだね、あの IBO の、この前は IBO のだったからね、こと自体キャリア初、うん、そうだね。世界ランカーとかはある、あとはラテンアメリカとかそういう地域体持ってるのはあるけども、みんながどういうイメージしてるか分かんないけど、まあ、井上選手をああやって煽ったりさ、試合中止させたりさっていう部分が目立ってるけど、まあ、自分はボクサーだからボクサーのカシメロを見るじゃん、試合とか。まあしたたかだよね、本当に勝ちに徹するっていうか、気持ちも強いし、でパンチももちろん強いしね、振ってくるしね。正式発表があれば、あった後にまた6代と、でもその正式発表あった後に初めてライブやろうか6代と、それもいいんじゃない、うん、質問とかも答えられるしね、うん、じゃあ今日はこの辺で、はい、ありがとうございました。